皆さんこんにちは、西岡明彦です。ついにこの瞬間がやってきました。最高潮に期待が高まる中、ここブラジルで世界最高の大会が始まります。街はカラフルに彩られ、音楽が鳴り響いています。堀池さん、カーニバルの国ですから、やはりセレモニーにその特徴が生かされてますよね。はい、素晴らしい雰囲気ですね。ここに来るのも私も本当に楽しみにしていましたよ。さあ、究極のサッカーの祭典、いよいよ開幕です。ピッチに出てきまして、試合の準備は万全といったところでしょうか。ワールドカップグループリーグ、今日のゲームの実況は西岡明彦、解説には堀池拓実さんをお迎えしてお送りいたします。期待のカードですね、堀池さん。はい、早く始まってほしいですね。ここアレーナペルナンブーコでは大勢のファンが試合開始を待ちわびています。堀池さん、スタジアムの印象はどうでしょうか。はい、さすがワールドカップが行われるスタジアムといった感じですね。本日の試合はコートジボワール対日本のカードです。日本の代表選手はこの時を待ち望んでいたことでしょう。ワールドカップの頂点を目指し、ブラジル本大会がスタートします。堀池さん、素晴らしいプレーを期待したいですね。期待しましょう。チームは監督の指示のもとしっかり準備してきましたよ。実力を申し分ありません。あとは結果を残すだけですね。前半のキックオフです。振り抜いた、キッホンダ、ナイスシュート、ゴール決まった。別のアングルからご覧ください。キックオフからわずか2分、なんと先制点が生まれました。競り合いになりました。ヤヤトゥーレ、ここでためを作ります。ロマリック、これは入ったかと思いました。実に惜しかったですね。これはいいシュートでしたね。ゴールキーパーも意表を突かれたと思います。バンバ、
トゥレ。試合はゴールキックから再開となります。これはファールです。ここはチャン、日本決めた、ゲット。この角度からも見ましょう。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。シェイク・ティオテ、ドログバ、ボカ、うまく組織されたディフェンス。サイドからの突破を許しません。安田美志郎、イエース、ゴール決まった。このヘディングはチームの財産ですね。はい、狙いすましたゴールですよ。チームメイトは彼にクロスを合わせれば決めてくれることを知ってるんでしょうね。こちらのカメラからの映像です。一方的な試合となってしまいました。ディフェンスシュート決まった。ゴール。違うアングルから見てみましょう。ここは本田圭佑、ボレー、決まった決まった、ゴールです。両チームの点差がさらに開きました。ちょっともうこれは勝敗という点では難しくなりましたよ。別の角度からご覧ください。見逃しませんでした。よく見てました。諦めずに得点を狙ってほしいですね。この突破は大きいですよ。ルーズボールになっています。よく聞いています。ヤヤトゥーレ、ジェルビーニョ、ロマリック、圧倒的な存在感コロトゥーレ、強引に切り崩してきた、入るか、決まった、日本ゴールだ。これはもう今日は止められないといった感じでしょうか。これはファーストタッチで勝負ありでしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。
この展開を誰が予想したでしょうか。どうだ、ディフェンスがコースを塞ぎます。ボールを置きます。ゴール決まりました。これで今日2ゴール、最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。コーナーキックがいいチームというのはやはり強いですよね。大量リードを許した状態で再びキックオフです。クリアしました。バタついたラインを整えたい。ここにドログバ、がっちりキャッチです。バンバ、今野康幸、トゥレ、ディフェンスヒヤリとしたパスでした。スライディング、ジェルビーヨ、シュートだ。ボールはまだ生きています。ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。ディフェンスが対応します。ボールをなかなか離しません。ディフェンダーを抜いた、素早く詰めたい、狙っていった、キーパー今度はしっかりと抑えました。審判は日本のフリーキックを指示します。このボールを拾いたい。岡崎慎司、主審オフサイドでプレーを止めます。ロマリック、主審はアドバンテージを取りかけてここで止めます。ボールパーソンからボールが渡されてゴールキックからのリスタートとなります。今野康之、ボールの激しい奪い合いです。可能性のあるクロスでしたが、ボレーで決める。ボールはバーの遥か上、シェイクティオテ、いいところでボールを取りました。今野康之、岡崎慎司、これはチャンス。ディフェンスの対応が光ります。圧倒的な存在感、コロトゥーレ、トゥレ、ややトゥレ、岡崎慎司、
本のフリーキックでゲームが再開されます。スコアは6対1。ここでハーフタイムを迎えます。さて堀池さん、前半を終了して両チーム格の違いというのが出てしまっているように見えます。いかがでしょうか。はい、完全にゲームを支配してますね。失点も自己的なものではありませんから、後半もよほどのことが起こらない限り挽回というのは難しいと思いますよ。